ねえなに腕にくっつかれてるとテレビ見づらいんだけど「<laughs> うん」って言うなら話して「え <laughs> あーの返事はしてくれても行動してくれないと意味ないんだよ」で <laughs> ああすっごいメトロンとしてんじゃん何眠い 眠くない目開いてないよそれに体もあったかいよお昼ご飯食べてのんびりしてたから眠いんだろ無理せずにお昼寝してきてもいいんだよ寝ないのまあいいけどじゃあ一緒にテレビの続き見る ああいい聞こえてんのかよもう半分ぐらい寝てんじゃん <laughs> 今日夕方からお出かけするんだしそれまでお昼寝しよう眠たいままだと後で楽しめないかもよ 後でちゃんと起こしてあげるからさ俺は寝ないあと俺眠たくないもん <laughs> 何離れたくない珍しいねお前そんな風に甘えてくるとかさもう眠たくて甘えたくなったんか <laughs> ないな眠たくて甘えん坊になるとか赤ちゃんみたいだなうんそうだよ大きな赤ちゃんうん、うん、赤ちゃんじゃない <laughs> でもそうやってすぐにすねちゃうところが赤ちゃんそっくり <laughs> ええじゃん 赤ちゃんってかわいいんだしんと <laughs> じゃあ今だけ赤ちゃんう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 んやっぱり赤ちゃんって言われてかわいがられるの嫌じゃなかったんだろう <laughs> じゃあほらバブちゃんもう眠たくて限界なんだろう <laughs> 頭カクカクして危ないよ ほら、腕枕してあげるからああ腕にくっついてないでこっち腕だよいやもうそんな丸くなるのかわいいな何何だよモズモズしてどうしたああ腰に抱きついていくね <laughs> はいそれが落ち着く ほ本当に赤ちゃんみてえだそんなに強く抱きしめなくてもどこにも行かないから大丈夫ほあくすぐって頭グリグリすんなほら撫でてあげるからねほらうんいい子だ えー、うまくしゃべれてねえんだけど <laughs> 何言ってんのかわかんないようんまあ後でちゃんと聞いてあげるから無理せずにねよ分かってるちゃんとここにいるから安心して <laughs> まあ、あそんなかわいいバブちゃんには背中トントンしておいてあげるからさ それはすごい眠そうだったもんな最近忙しくて疲れちゃったのかね <laughs> 口ポカンと開けてるわかわいい <laughs>、うん、よだれたらすなよ <laughs> もう普段からこんな無防備だったらどうすっかね きっとこんな姿を見た男はみんなして好きになっちゃううん寝顔もさ眠たくてバブちゃんになっちゃう姿も甘くてトロンとした目も全部俺のものだからなお前知らないと思うけどお前の何気ない姿が俺にとってやったものなんだよだから絶対こんな姿を俺以外に見せちゃダメだからね 何をどう願っても聞こえてないと思うけど。<laughs> 俺だけの可愛いバブちゃん。おやすみ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくね。 いつもコメントありがとう。俺の最大の励みになってます。え <laughs>